2012年人類滅亡説は、マヤ文明で用いられていた暦の一つ長期歴が、2012年12月21日から12月23日頃に一つの区切りを迎えるとされることから連想された説である。21世紀初頭のオカルト雑誌や予言関連書などで、1999年のノストラダムスの大予言に続く終末論として取り上げられてきたが、 会議的な論者は、マヤ歴の周期性は人類滅亡を想定したものではないと反論をしている。学術的にもマヤ人の宗教観や未来観を知る上で意味があるとしても、それが現実に対応するものとは考えられていない。結果として2012年に人類が滅亡、マヤ文明では歴史は繰り返すという観念があり、異なる周期を持つ複数の暦が用いられていた。 また、暦の中には一つの周期の終わりが滅亡に結びつくと考えられていたものもあったらしく、マヤ文明衰退の一因にこうした終末感の影響を上げるものもいる。ただし、衰退要因としては有力視されなくなっているとも指摘されている。マヤ文明で用いられていた暦の一つ、主に碑文などで用いられていた長期歴は、ある起点日からの日数で表されている。 その周期は13バクトゥンイコール187万2000日である。長期歴のグレゴリオ歴への換算は、様々な計算法が確立されているが、現在有力視されているのは GMT 対象法である。ただし、本来のマヤのカレンダーは、紀元前3114年を始まりとし、1トゥンは360日をベースとして、約5129年のサイクルとなるため、 1827年を一つの区切りとしてすでに新しいサイクルに入っているとする主張もある。さらに13バクトゥンで終了するかのようなサイクルの解釈についても西洋的なものであるとして否定的な見方がある。例えばカルトゥンカレンダーでは約256年を一つの周期として ゲサイクルは1827年に始まり2086年で一つの区切りとなるが、その後も新しいサイクルに入るだけで終わりはない。周期も5200年が最大とはならず、26000年、52000年、26万年といったより大きな周期も存在する。つまり、マヤのカレンダーにはいくつもの周期が存在するが、いずれの周期でもゲサイクルが終了すれば、 新しいサイクルに入り、永遠に循環していくとされた。ホセ・アグエアスニューエイジ思想などで、マヤの暦と2012年を結びつけることは、ホセ・アグエアスの著書、マヤンファクターによって2012年12月21日に、新しい太陽の時代が始まるとされたことで広まった。エイドリアン・ギルバートの著書、マヤの予言の影響を指摘する者も,もいる。日本では、 特に1999年の恐怖の大王に関連したブームの後に次の終末論としてオカルト関係者が盛んに取り上げる題材になっていた。もっとも日本のスピリチュアル系メディアでは2012年はアセンションの年であり人類の全滅が予言されたものではないという説も見られる。このテーマを広く知らしめる上で大きな影響力を持ったホーゼ・アグエアスは 様々な批判にさらされたが、自身の仮説が考古学におけるマヤと関係のない旨を、マヤンファクターの序文に記していた。その上で、自分の説は、銀河のマヤのものだと主張している。かつては、スウェーデンの医学博士、カール・コールマンの計算による、マヤ歴の最終日は2011年10月28日、との説もあった。逆に、肝心の GMT 説に、 誤りがあるとして、2015年9月3日が正しい、マヤ朝期歴の終わりの日だとして、人類滅亡を2015年にずらそうという説も、現れたが、的中しなかった。その後、2020年3月20日が正しい、マヤ朝期歴の終わりの日とする説も現れているが、これも的中していない。マヤ神話は、ディエゴ・デランダの文書の影響などにより、現存する資料が少ない。 しかし、現在残されているポポルブフなどからは、マヤの世界観が破滅と再生の周期を持っていたと、されている。ただし、この説に否定的な論説も存在する。その世界観では、現在の世界は、第五の時代にあたっており、先行していた四つの世界はいずれも何らかの要因で、滅んだとされている。それらの世界の周期は、各十三バクトゥンとされていた。こうした、 世界観はメソアメリカでは典型的なものでアステカ人の神話にも見られる。アステカやトルテカの神話、宗教観との類似性についてはマヤが影響を及ぼしたのか、それらが古典期のマヤの宗教観に上書きされたものなのか小説ある。長期歴の原サイクルの視点である紀元前3114年には世界は愚かメソアメリカ限定ですら何らかの大規模な 天災地変の痕跡を乱すことはできないため、この年代は歴史的な理由というよりも神話上の起源として想定されたものであると考えられている。この視点を設定したのは起源前34世紀頃の神官たちだと推測する者も,もいる。なお、チラム・バラムの書には中世ヨーロッパでのペスト流行、ナポレオン・ボナパルトの登場、第二次世界大戦など世界史上の大事件が、 予言されていたと主張するオカルト関係者もいる。これについては、具体的な年代指定にかける文言を事後的にこじつけているだけに過ぎないとする会議的な反論があり、学術的にもそのような読み方は指示されていない。この年の5月20日に最大規模と呼ばれる金管色が起こり、この時、太陽、地球、月、さらにこれに加え、 プレアデス星団までが正確に地球と一直線に並ぶという天文学的に稀な現象が発生すると主張する者も,もおり、その日が12月22日の滅亡に向かう契機と解釈する者も,もいた。なお、この金管色は特に長時間継続するような特別なものではなく、日本では九州、四国、本州の太平洋岸を通過し、それらの地域で 一部は雲に阻まれたものの早朝に、中心色を見ることができたが、異常事態と見られる現象は報告されていない。また、12月21日から22日頃の当時の、日には、地球から見て、銀河系の中心とされるいて、座と太陽の位置がほぼ重なって見える。地球から見た太陽の通り道である王道がいて、座の銀河中心付近を通過するのは、全くの偶然であるが、 地球太陽銀河中心の順で位置直線に並ぶのは毎年1回起こるので珍しいことではない。しかし地球の時点軸である地軸の傾く方向に太陽と銀河中心が重なる位置関係になるのは以下説明するように約1万3000年に一度であり、こちらは珍しい現象であると言える。地軸は王道面に対し二約23.4度傾いており、 傾いたまま太陽の周りを公転するため、一年に二回地軸の南半球側と北半球側の傾きが交互に太陽に向く。北半球では、これが月と同時の日に当たる。天文学では、当時点より90度東にずれた春分点が、天球上の王道と赤道の交差点になるため、ここを座標の起点としている。一方で、地軸は、 約2万6000年という長周期で首振り運動をしており、採差現象と呼ばれる。採差運動により春分点や冬時点も同じ周期で王道上を移動し、現代は冬時点がちょうどいて座の銀河中心付近にある。従って現代の冬時には単に地球太陽銀河中心ではなく、地軸の傾く方向太陽銀河中心がほぼ並ぶことになる。 また、再差運動により、約1万3000年後相手座が下支点に移動するため、今度は、地軸の傾く方向対応銀河中心がほぼ、並ぶ。再差運動による春分点の移動は角度にして、毎年約360、2万6000イコール0.014度イコール0.8分という、ゆっくりとしたものなので、実際には2012年を含む、数百年間は、当時点が、 銀河中心近くにあり、2012年だけが特別ではない。マヤの長期歴の終了と密接に関係しているという主張があるが、地軸が太陽や銀河中心から物理的な影響を受けているとすればかなり前から何からの現象が見られるはずであり、2012年に突然何かが起こるとは考えにくいと見られていた。他に太陽活動の極大期が2012年頃に、 当たっており、太陽嵐が発生する可能性があることから、ギルバートのようにこれと関連づける論者もいる。だが、これについては1957年に、ほぼ同程度の活動があった時も特に人類滅亡には繋がらなかったとする反論が寄せられている。それに対して、地球の磁気圏で見つかった巨大な穴により、今回は大きな被害に結びつくと指摘する者も,もいる。さらに、 ホトンベルトや惑星にビルと関連付けるものやベテルギウスの大爆発が起きるという説もあった。また、1999年に向けたブームと同様に、年代の明記されていない予言を2012年と結びつけようとする者たちもいた。例えばホッピ族は独特の予言体系を持っていることで知られるが、終末論的な伝承を2012年と、 結びつけようとする動きが、ホッピ族の一部にもあったという。しかし、こうした結びつけ方については学習研究者のオカルト雑誌、ムーの記事で、否定的見解を持って取り上げられた。他に、聖書、クルアーン、ミドラー種、液凶などと関連づける論者もいた模様である。なお二十一世紀に予言者を自称する者には、人類の八割が滅亡する時期を二千四十三年に置く。 ジュセリーノ・ダ・ルース、2012年に特に言及のないまま、西暦3000年までの、この説を題材にした作品には以下のようなものがある。映画その他映画。ありがとうございます。